あ、おい、ももちゃん。お待たせ、待った？全然待ってない。ごめんね。あ、そうそう、彼は直島でカフェやってるタク君です。彼、競輪やったことないって言うから今日一緒に来ちゃった。はじめまして、タクです。どうも。僕、賭け事初めてなんで、すごく楽しみです。そうですか。じゃあ、行こうか。うん、行こう。うん。懐いてんじゃない？いやね、広瀬さん本当に玉野市のこと何でも知ってるからね。あ、そうなんだ。そうなの。へえ。心強い。懐かれてる。そうだね。ね、広瀬さん、なんかせっかくだしさ、三人で寄り道していかない？いいね。ね。行こう。行こう。え？どこ行こっかな。もう行きたいとこいっぱいあんだよな。